すごい熱気ですね。少しはライブにも慣れましたが、この規模は。特別な日だから、もしアンナたちが失敗したら、みんなすっごくがっかりするよね。またそんな無責任なことを。今日がどれほど大切なステージか覚えていないのですか？他の事務所のファンの皆様も注目してくださっているのに、無様なところは見せられません。それはそうだけど、二人ともそんなカチンコチンになることないって。ほら楽しもうね。はい、海さんはいつも通りだね。アンナも見習わないと。素敵ですし、私も笑顔で、笑顔で。おお、つむり、無理に笑顔を作んなくてもいいんじゃないかな、とか言っちゃったり。香坂さん、しかし笑顔はアイドルの基本では。こわばった表情のままステージに上がるわけには。ほら、今日の歌にもあるでしょ。ドキドキする気持ちはエネルギーになるから。だからつむりんもそのままで、ドキドキする気持ちのままでいいんじゃないかな。そうそう、これまでのアンナたちを胸を張って見てもらおうよ、たくさんの人たちに。これまでの私たちを胸を張って。大丈夫、アンナたちたくさん練習してきたんだもん。あとは楽しむだけでしょ。そうですね、私もやっと準備ができました。ありのままの私を見ていただく覚悟が。お見せしましょう、私たちのこれまでの奇跡、そして未来へと続く奇跡を。うんうん、それじゃあプロデューサー行ってくるね。